開成高校の問題やっていきたいと思います。はい、高校で教える内容。今年2023年は中学生ですよ、これやんの。で、次の和訳、 Your troubles are eased if not solved。 この if not ね、はい、始めました、もちちゃんね。さあ、久しぶりのこの画角でございますが、はい、今回はですね、開成高校の問題やっていきたいと思います。はい、東大合格者数日本一の開成の問題ですね、見ていきたいと思います。エアコンのリモコンをずっと探してるんですが全く見つかりませんね。前も見つからなくて2つ目買ったんですけど、2つ目も見つからない。暑いけど頑張ります。9月末ですよ、なんでこんな暑いの。はい、さあ、どれぐらい時間かかるのかな、やっていきたいと思います。50分なんだ。リスニングはなんか省略されてるね。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、まずは文法いきましょう。最初が誤りのないものを2つ選びます。はい、か OK。 This is everything。 次、1分かかなかったな。最後4、共通語補充。同じ意味になるよ。あ、言い換えか。あ、高校で教える内容だ。今年2023年は簡単でしたね。まあまあ自分がやっぱ言語が専門っていうのもあるんで、一応言語習得に関する長文だったんで、だいぶ早く読めたのと、調節がそこまで困らない。もちろん中学生が読むもんなんで、かなり難しいし、単語の表現のレベルも高いし、引っ掛ける気満々っていう問題もありますが、やっぱ大学入試の、まあ地方国立大ぐらいかな。今年はマーチのレベルに行かないかなぐらいかな。そんな感じでした。じゃあどうなんだったか分析していきます。はい、ではではですね、問題見ていきましょう。まあ文法の方は簡単なんで、はい、誤りのないものを2つ選びなさいってやつですか。 This is everything that I know ですね。 What おかしいですね。次、 Let's discuss the problem over a cup of tea。 大丈夫です。はい、お茶を飲みながらのオーバーですね。だからこれ正解。 Tokyo is one of the largest cities ですね。 One of the 複数名詞で、 He helped my homework はダメです。 He helped withですね、with my homework. So I was able to hand it in on time. はい、時間通りに提出できた。I have been there three times when I was in elementary school. 過去の話してるから、I was there three times ですね。はい、これ、過去の中だったら、過去形で表します。完了形ダメですよってやつね。はい。The number of tourists visiting Japan have been じゃないですね。The number が主語だから has been。Do you mind if I ask you some questions? No. はい、問題ないですね。I'll be happy to answer them. はい。Do you mind ですから、気に触りますか？いいえ、気に触りません。次、I need your help. Can you let me know when you are convenient? ダメですね。It is convenient for you ですね。Convenient は人主語に取れないってやつでしたね。I'm okay now. What do you need?中学生ですよ、これやんの。高校だったら解けなきゃダメですよ。大学入試だったらね。でも、むずいっすよ。次、共中語補充。Please turn なんとか at the second traffic light と Has Richard なんとか for school yet? っていうので、まあ、これはもう共通語補充得意なんで、多義語得意ですから、はい、left ですね。turn left と left for school ですね。はい、スクールに向けて出発したかっていうのと、左。I なんとか the story very interesting と He's collecting money to なんとか company。これちょうど教えたんだよね。先週 Found a story interesting。 Find の過去形と Found 設立するだね。 Found a company。 はい、次は Did you hear that? I think I heard the phone なんとか phone がなんとかっていうのと I'm going to buy a wedding ring でしょうね。なるっていうのとリング。 The なんとか of the United States of America is Washington DC っていうので、はい、これキャピタルでしょうね。Make sure you start your sentence with capital letters ですから、はい、大文字でっていうですね、首都とこの文字。ちょうど撮影で多義語について喋ったばっかりなんでね、今週の月曜その時に。次、言い換え。 It was kind of him to show me the way。 これもちょうど先週やった。 He was kind of enough to show me the way ですね。はい、この enough to と言い換えられたりして出題されることもあるんだよって先週言ったやつ。 10 years have passed since my grandfather died。 My grandfather has been dead for 10 years ですね。
こういう風に言えるんですよ。死んでる状態が続いてたっていう風に英語では言えるんだよって。これ夏期講習でやってきたわ、高校の。 See, both my sister and I have played the piano for many years. My sister has played the piano for many years and so have I ですね。私なんで have にしないといけないですね。私も。これもちょうど先週の範囲。全部これ、あの、高校で教えてるやつですかね。高校で教えてる先週の範囲。すごいね。あと、浪人生か。に教えてる内容。He said to me yesterday, I'm studying math now. ですね。関節和法が出るって面白いね。やっぱ高校入試だね。He told me yesterday that I をまず he に変える。am を was に変えると。で、now は then に変えるっていうやつでした。はい。なあ、面白いなと思ったね。で、長文ですね。最初が小説ですね。小説最初、この面白いよね。so と to play と like の働きは何かって言って、この so I could have a special friend to play with って言って、こうするためにのそうですね。so that の that って省略されることが多いですから、口語なんかではつかないからね。だからその so that を選ぶ問題と、to play with が friend にかかってるんで、形容詞的用法ね。っていう形容詞的用法を選ぶ皆さん。で、次が what it was like to care for someone っていう風に、前置詞の like ね、を選ぶ。はい、で、次の和訳。Your troubles are eased if not solved ですよ。この if not ね、遠い接続詞的に出てくるやつは、まあ大学入試の和訳で出てくるよね。そう、だから解決されないにしてもってですね。Even if they are not solved ですね。だからそのトラブルっていうのは解決されないにしても楽になるよってね。Beside myself です。我を忘れちゃう混乱とかね。取り乱す。で、put down の言い換えはどれでしょうって言ってね。はい。まあ、死んじゃうわけですけど、この安楽死的なさ。それが、released from his pain っていうね、のが後々出てくるんだよね。はい、殺されてしまうと悲しい。はい、と、並べ替えもかなり難しいね、オポチュニティ。で、これ面白かったのは次の、excited bark だね。his excited bark。これ、his exciting bark。じゃないわけですね。こう人じゃないからバークってね。だから、あ、物事だからって選ぶじゃうやつですけど、違うんですね。声は感情をもらう側なんですね。はい。でね、吠えてる声っていうのはエキサイトさせるものじゃないですかね。エキサイトされてる。次の並べ替えもね、without でさ、without any reward material being expected ってさ、同名詞の意味上の主語なんてさ、中学校でな。で、how much worse ですね。はい、マッチがついてるから比較級。バッドじゃなくて。で、内容一致があって。で、まあ、これは簡単だったかな。ちゃんとできてれば。次の大問は前置詞とか副詞を選ぶものでしたね。まあ、これは簡単だったかな。まあ、とにかく、分かってるんで、言語習得なんでね。だからもう推測できちゃう。もう読まなくても、はい、ここにこれ入るだろうなっていうのは、パッ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 といけるやつ。まあ、ピックアップ the new language とかね。はい、言語を習得するときとかに使うし、with ease ですよ。easily の意味とかね。はい、be capable of ing すごいよ。 expect him to do と expect to do 両方出てるやつとかね、なかなか面白い。で、並べ替えも、まあ、何々するにつれてのアズが出てたし、 in order for acquisition to take place some conditions need to be met とかさ、これすごいね。和訳だよ、ね、意味上の主語ですね。 in order to に for を入れてるからね。 acquisition が起こる、それから言語習得が起こるためには条件があるんだよですね。その条件満たすっていう意味のほら meet じゃないですか。条件が満たされなきゃダメだよ。次は声がこうなる。 so they often change the intonation they use so that their voices sound higherand more enthusiastic than they would if they were talking to friends っていうので、違う they はどれかってね。まあ人を表してない、their voices を表している they would っていうの3つ目ですけどね。面白っ、こんなんだすんだ。で、次 in which とかも出てるしね。範囲超えてるじゃん、 in which なんて。で、that seems to matter ですね。重要だっていう動詞の matter を入れる問題ね。これまあ読んでる時に、あ、matter 出てる動詞のって思ったからすぐ入れられたけど、むずいよね。で、内容一致。まあまあまあ言語なんで、これは結構簡単できたかな。はい、という感じでした。どうだったでしょう。ぜひね、改正受けた方お知らせください。どうだったのかね、受けて。どうです今年簡単に感じた？ご意見お待ちしております。はい、私も解いてみて。ちょっと前よりは優しかったかなっていう感じですね。はい、あとはね、やってみた。大学入試で勉強してる方、大人の方、どう思うか、ね、これを中学生がやるんですからね、はい、だから高校のね範囲でやってて大学入試でやってるっていうんだったらまあできなきゃダメですけど、中学生は無理でしょう。はい、という感じでした。ぜひコメント欄でご意見を聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。